討論、暴論、強行論、自治労の正体スペシャルということでですね、はい、本日はですね、中央教育文化研究所代表の森口明さんをですね、初登場ですね、お招きして、番組を進めていきたいと思います。森口先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしていつもおなじみ田沼隆さん、はい、よろしくお願いします。同じくいつもおなじみ山田明さん、よろしくお願いします。ということでこの4人で進めていきたいんですけど、いや、この番組のきっかけはですね、自治労の正体っていうですね、こんな本があったらよかったらなっていう本がですね出たんで、早速、自前で買ってよした。不走者によこせと言いませんでした。遅れとも言いませんでした。先生でも今売れてるそうですから。売れてる。桜井よし子さんが今年のベスト3に一冊入ってましたから。産経新聞で。で、重版もされてます。おかげさまで。ああ、よかったです。約1ヶ月半で重版出題。結構粘りましたね。いやいや、まあ、ちなみにうちはチャンネル重版と言われてますんで、 ありがとうございます。はい、ね、まあ、ぜひクララさんずりをさんずりを目指して、はい、ぜひぜひということですけれども、まあ、あのなぜこのメンバーかというとですね、あの自治労に因縁が深い、もしくは自治労のことが大嫌いっていうですね。ちなみに大嫌いなのは私です。この世で一番嫌いなものが自治労、朝鮮総連よりもお前ら大嫌いだぞっていう人間でしたんですけど、田沼先生、この流れで振っていいんですかね。いや、ちょっと入りにくい。でも私も嫌いですね。もうだって選挙でですね、ものすごい影響力があるんですよ。変な話、皆さん多分ちょっと今日の話題と中心書かれてるかあれなんですけども、選挙で皆さんですね、私どうしても訴えたいのは、例えば市長選挙、私も千葉ですけど、市長選挙の候補者が誰が応援されるかということがね、いろんな党とかありますけど、一番大きな答えは実は役人なんです。で、役人と自治労は一体なんです。だから自治労に気に入られないと選挙勝てないから、みんな市長さんとか知事さんは自治労側になっちゃうんですよ、考え方が。これ多分あんまり知られてないと思ってて、それはちょっとリアルな問題なんで、だからどうしても痛くて、それでお邪魔させていただきました。はい、山田先生、自治労の思い出を一言ぜひ。昨日ちょっと自治労の、に行きましたらですね、この本をですね、はい、文教堂っていう市ヶ谷の書店があるんですよ。はいはいはい、全然置いてない。おお、買い占めてるのかな。そういう説がある。そこってもしかしてワーク出版の近所ですって。そうです、そうです。はい、あのすぐそばなんですよ。はい、で、まあ、私昔実は取材で自治労は本当にしょっちゅう行ってましてですね、はい、後藤森重っていう自治労の委員長、例の不祥事で起こしたんですね、はいはいはい、あの頃から右翼に金渡してた人ですね。そうそうそう、10年ぐらいもう行きっぱなしで、うん、私もう面バレしてますんで、中で何やってるかもうすぐ分かるっていう。で、またお話しますけど、選挙違反も堂々とやってますん で、うん、であれはなんとか私はしたいという思いで今日は出てまいりました。はい、こんなトリオで森口先生を囲んで、著者自らこの本を宣伝していただいているなっていう感じなんですけど、どっから来ましょうね。なぜこの本を書かれようと思われたんですか。ですね、多分この本ね、基本的に売れないって思われてました。ほう。で、なぜ売れないかっていうと、前に新潮新書で日教祖という本を書いたんですけど、はい、あれは売れる自信あったんです。はい。で、まあ、実際4ドルぐらいまでできましたが、でなぜ売れる自信があったかというと、日教祖はみんな知ってるから、はい、ところがですね、実は自治労って日教祖の3倍ぐらいいるんですけど、はい、そして、今田沼先生おっしゃったように政治的影響力って実は日教祖よりはるかに強いんですよ、うんうん、だけどみんな知らない。なぜ知らないか、保守系の政治家の先生言わないんですよ、はい、保守系の政治家の先生は日教祖けしからんと言うんですよ、はい、だけど自治労は先ほど田沼先生おっしゃったように保守を詐称してる市長も応援してるから、あ、で保守系の国会議員って市長さんとか知事さんと仲良しだから自治労けしからんって言わないんですよ、はい、だから自治労って誰も知らなかった。あ、で誰も知らなかったからきっと売れないと思っていたけど、ちょっと変わった編集者がですね、はい、自治労の正体自治労っていう本書きませんかみたいな、はい、アイデアが来まして、いや売れないけど、まあ、初版の印税もらえるしいいかみたいな感じで、バーッと書き上げたって感じですかね。
はい、もう待ってましたの本ですね。ありがとうございます。ここだけの裏話すると、はい、あの水田美穂さんっていう人が、はい、あのまあ、10年ぐらい経って国会に戻れれば同じかな、うん、みたいなことで、うん、じゃあその間頑張って本書いて生きていこう、どんな本書きましょうかね、自治郎とか書きませんかってあのイメージしてたのまさにこういう私が書いてほしかった本。で水田さん無事国会行けたんで、はい、田沼さんもうすぐ、ね、頑張ります。もうクララから、ね、次はね、クララに出れば国会に戻れるみたいなそういう演技がいいわけですけど、まあ、いやでも話を戻すと本当私が望んでた通りの、ありがとうございます。これはもう自治郎の正体というより自治郎の全てみたいな、うんうん、そうなんですよね本当、はいはい、どんだけ悪いやつらか、もうクソ野郎です。本当にクソ野郎だと思います。ああ、クララ放送禁止もないと。非国民とか言って大丈夫です。いや、だってあの人たち愛国心否定してるんですよね。いや、まあ、そうですね。というかね、まあ、これ一教祖も一郎もみんなそうなんですけど、昔みたいにゴリゴリの左翼的主張しないんですよ。はい。で、リベラルを詐称してですね、みんな自由だよって言って、だから愛国心の押し付けはけしからんって、こういうロジックなんですよね。はい、うん、ね、それは本当、いやいや、おかしなことですよ。だって公務員の給料ってね、地方公務員といえども国税もいっぱい使ってますからね、実際国の税金もいっぱい使ってますから ね、はい、だから最低その自治体と国家というものに対してですね、忠誠を誓うっていうのはもう最低限の義務ですよ、はい、と私は思ってるんですが、民間だったらね、潰れるかもしれないという危機があるから、社長の方針、会社の方針に、私は民間の人間だったんでですけど、もう当然もらえる権利になっちゃってますから、ね、そうなんですね、いくらでも勝手な活動しても大丈夫ってなっちゃって、首がないから、はい、日教組もそうですけど、はい、これが最大の問題ですよ ね、 そうですね、伸びもやりたい放題じゃないですか、うんうん、もうちょっと、うん、問題だって本当に言っていただきたい、先生には。ありがとうございます。いや、田沼先生ね、マーガレット・サッチャーって、はい、イギリス保守党どん底期を立て直した鉄の女と言われた人いるんですか、はい、イギリス版自治郎みたいなのとイギリス版日教組みたいなのを叩き潰して、はい、あれだけの政治家になったら、ぜひ田沼さんにもね、鉄の男になって、鉄の男になって頑張ってですね、日本再生は組合のために自治郎から戦うところからと、はい、ということで、ちょっと私この本で、もう本当これ本当よく言ってくださったなと、もうこれを言わなきゃ私帰れないって、司会者なんて帰れないんですけど、いや、で私が帰ったら田沼さんが勝手代わりに司会しますので、全然チャンネルクララってすごくて、倉山充が半年休んでたらびくともしなかった何の影響力もなかったっていうね、まあすぐそれはさておき、いや、真面目な話すると、自治郎がなぜ消費増税に賛成するか、今田沼先生がおっしゃったのと絡むんですけど、普通民間企業って自分の会社潰れた共倒れだから働くんですよね、うん、ところが国は潰れないから、増税で国民が苦しくなれば俺ら給料は変わらないんで、他のやつが下がれば俺たち金持ちだ、そのとおりです、本当そうです、最低ですよ、本当そうです、本当本当、だから民主党があれだけ増税に賛成して推進したんだ、そうそう、本当そうそう、だから財務省が消費税上げたい気持ちと、うん、地方公務員が消費税上がってほしいなという気持ちと実は全く一緒なんですよ、うん、ところが地方公務員って消費税が自分の給料になってることを知らないんですよ、うん、多くの地方公務員はね、うんうん、だけど自治郎ってその辺は幹部と付き合ってるからよく分かってるんですよ、はい、で今消費税 5% になった時に 1% を地方分にくれるってなったんですね。で、実は地方消費税という名前なんです、はい、で今度 10% になると、そのうちの 2.2% が地方消費税という名前で地方にくるんですよ。ところがこれ他の地方消費他の地方自治体の税金と決定的に違うのは、他の地方自治体の税金というのは地方自治体自らが取らなきゃいけないんですよ。ところが消費税は国が取ってくれて、うん、はーいって言って自治体にくれるんですよ、うん、だから消費税が上がればもう地方自治体は寝てても金が入ってくる、うん、そりゃ企業の労働組合だったらですね、寝てても金が入ってくる売り上げがあったら、それはね、労使ともに賛成って言うじゃないですか、うん、それが消費税なんです。1億の国民が苦しんでも80万自治郎が声太る、そういうことです、うん、
そのための増税と消費増税と、うん、許せんですね本当賛成で、うん、自治領はあの連合の中でね、あの2番目に多いし事実上政治力一番強いですから、うん、まあ、連合に当然圧力かけて、まあ、消費税賛成と言えよみたいな感じですよ。連合はどうなんですか山本先生。結局あれですね、日教組ばっかりですね、なんかこう、うん、じゃあ批判の的になってますけど、うん、結局自治領はその後ろに隠れてるんですよね、うん、で結局あの私不思議なのですね、例えばチェチ思想研究会とか、ね、はい、ああいうのはあの堂々と中に作ってるんですよでそれで日教組はあの拉致問題が起こってから90年叩かれて、でそれで蒔絵だあのとか元文とかですね、あれ落っこっちゃったんですけど、うんうん、自治領誰も怒ってない、うんうん、であるいはあの消費税の問題もあれ総務省をうまく立ててるんですよ ね、 そうなんですね。で総務省あの財務省と戦わせて、うん、自分たち裏に隠れて、でそれで消費税上げるぞってこう裏から画策するっていう本当にね汚いやり方をやってるんでですね私もずっと現場で見てきましたけど、うん、自治領ほどあの表に出ずにあの裏で操ろうとする組織はない、うん、そうですね、こう言えると思いますね、はい、まあ、それをあぶり出そうというのが、まあ、チャンネルクララのね執念深いところなんで、ぜひ森内先生の本をねどんどんねあの皆さん読んでいただきたいんですが、その自治領の裏に回るというと山本先生、小沢一郎がまさに大昔はアメポ元祖アメポチみたいに言われてたのが、うん、自治領の奴隷になっちゃったみたいなあれじゃないですか、うん、ああありましたありました、何なんですか奴らの政治力、金と票と労働力ですか。いや結局連合という組織が90年代でできて、はい、で彼らが、まあいやね、あの新政党あるいはその細川連立政権を作るときに、うん、はい、一番、まあ、頼りにしたのが山岸明っていう連合の会長だったんですけど、はい、で山岸が頼りにしてたのが後藤森重っていう自治郎の委員長だったわけですね、うん、で後藤森重は本当になんかこう政治力発揮しまくりで、で裏金使いまくりだったから、うん、ついにあの警視庁の手が入ったっていう事件がありました、はいはい、なるほど、そうです。で北海道までね、あの地元まであのガサ入れ、自宅にガサ入れ受けたっていう事件は、私も直接取材に来ましたけど、うん、いやとにかくね、あのお金使い放題なんですよ。で自治領 の自治体の職員の金は全部私は選挙に行ってたんじゃないかと思って随分調べましたけど、机に置いてあるんですね、いくら誰々にいくらはい、何千万何億って書いてあるんですよ。私政治家の名前まで、政治家の名前まで。だからこれ全部まだ取ってありますんで、私急いでコピーして。山村先生があの隠し撮りするのを狙って置いてたとかそういうんじゃない？じゃない当時まだ甘かったんですよ。で取材と思わずにこう関係者として入れて、で全部私がコピーしてる間に。あのまあ黙っててくれたっていう人もいましてですね、昔シャメなかったですもんね、シャメなかった、今ならもうシャメでバチ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 、そうです、全部言ってます、だからそういう、はい、あのことを彼らもやつらもなかなかやりますんで、うんうん、こちらも情報を取るにはこの相当な苦労が必要だったと思うんですけど、はい、まあ本当森口先生もこれお書きなのはあのちょっと勇気が必要だったんじゃないですか。いやいや勇気はねないですけどね、さすがにあの取材をあのまあ、労働組合にあなたの自治体はただであの建物貸してますかみたいなのを取材を入れるときには、うん、これやっぱ全部に電話かけたらもう喉からからだなと思って、初めて本書くのにアルバイトやってみました、ね、本当にあの市食堂とかですね、あの県の食堂とかあの自分たちの部屋本当に大きな部屋持ってますからね、あれ記者クラブと似てましてですね、記者クラブもあの市役所とか県庁で大きな部屋がありますね。であの食堂の人たちもあの大きな部屋って本当構造が同じなんですけど、 この辺はどうなんですかね。こうそれはベースは先ほどおっしゃってくれた市長選ですよ、うん、市長選に頑張ってくれる代わりにタダで貸してね、ご褒美ね、ご褒美タダで貸して部屋タダで貸してねみたいな。でね、自治体の庁舎って住民の財産なんですよ。だから、住民がタダで使えるんだったら分かるけど、今タダで使えるとこないですよ、うん、自分の財産なのにお金払って使ってらっしゃるんですよ住民の方々は、うん、ところがですね、職員の財産じゃないにもかかわらず職員はずーっとタダで使ってるんですよ、うんうん、でこれもう革新だ、革新市長だ、保守市長だといってもみんなほとんどそう、戦っ
ったのは橋本さんぐらいですか。大阪市役所のね、うん、地下のね行きました、見に行きました私、うん、わざわざ、うん、バッチリ貼ってましたですね、大阪市の職員組合の、うんね、あとね、神戸市、神戸市さんはちゃんと金取りました、うん、でこれ数千万ですよ、年間1000万以上の金取ってます。だから逆に言うと、よその自治体は1000万前後取れる金をぼーっとして、それで住民からは税金を取り、そして消費税がタダで降りてくるのを待っているっていう、もうクズでしょ先生、今の今大阪と神戸言われましたけど、ってことは、はい、それ以外の町は大体まあまだまだ使ってるってことですか。ほぼほぼタダで使ってます。やっぱりこの杉並っていうと、まあ、私の親分の山田博史さんが区長やってて、あの人の偉大さっていうのは、うん、やっぱりその職員の採用を絞って、うん、そう年に100人規模で人数減らしていって、めちゃくちゃリストラしましたから ね4000人職員が3000人になっちゃったの 10年間で、うん、これ劇的なその財政回復のね、あの国はあれですけど、地方はやっぱり財政再建が非常に大事だと思うんですけど、それを達成した。それ、ね、それ素晴らしいのは、基本的に公務員って長首切れないじゃないですか、うん、まあ本当に覚悟したら切れるんですよ、法律的には切れるけど、まあ実際文言名称誰もね、切れない、の中で、山田区長がですね、ずっとリストラしていった時はまだその大して退職者がいない時期だったんですよ、うん、団塊の世代がまだ現役の時代にそれだけ削っていったんですよ。でところがですね、山田さんが辞めちゃって、その後民主党系の区長がなって、で次からも例によっては自民党はすぐ支持するんですけどね、うん、で民主党の区長になった途端にぐっとこの今まで100人レベルだったのがですね、こう団塊の世代が辞めるんだから200人レベルでリストラできるにもかかわらず3、40人になっちゃうんですよ、うんね、そうなんです。やっぱ定数減のスピードがダウンして、そうグッとダウンして、やっぱ甘くなるんですよね。そうそうそう。でも選挙に勝ったらその後は自民党さんも、与党になりたいってでも実は実情にも仕事をちゃんともらってますみたいな、まあ、これが地方自治体の実態ですよ。やっぱりこの自治郎さんはね、この雇用、この公務員の雇用を守るというのを一番大事にしていて、だから改革課の首長さんも本当は職員さんを減らしたいんだけど、うん、それで改革したいんだけど、自治郎がうんと言わないと、そうですね、いうのでずっと戦ってますよね。だからね、真面目な公務員の感覚からしたら、労働組合って何言ってた、働かない仲間のための組合なんですよ。働く仲間の組合じゃないんですよ、働かない仲間の組合なんですよ、うん、そう、私は職員の方で、千葉市の職員、うん、市会議員だったんで、親しい方がいて、なんでこういうのを続けてるんですかと、まあ、給料から引かれるんですよと言って、でもやってることむちゃくちゃじゃないですかって先生の言う通り言ったら、うん、やっぱそうなんだよね、田沼さんって、この本当は働いてない人たちがいるんだけど、この人たちは本当は首の方がいいんだけど、うん、だけどできないんだって言って、 そうですね、でそれで終わりですから、いや終わりなんです、うん、泣き寝入りなんですって。だから本当は頑張りたい公務員でも自治郎のせいで不遇な立場、そうなんです。それでね、じゃあ、山田先生も山田区長の時代もそうだったでしょうけど、で役所ってどうやってリストラするかっていうとですね、これ仕事を合理化して、で来年例えば30切りたかったらですね、今まで、1000人でやってた仕事を970人でやれるように仕事をするんですよ。でそのためにはそれぞれの部署でこの仕事はいらないとか、この仕事は、電算化したらもうちょっと人数が少なくてできるって、それぞれの部署で考えるんですよ、うん、でそれ考えてる職員ってもう本当に若手の職員ですよ今本気で考えてるのは。でその若手の職員が本気で考えてたのを潰しにかかるのが自治労働組合なんですよ、職場の中の。電算化粉砕とか言ってますよね。そうコンピュータ入れると粉砕しないと、社会主義のことですね。ジジババ言ってもいいですよね。ジジババがこう反対とかってですね、反対するのはおめえがパソコン操れないだけだろうみたいな。そう、課長級部長級になるともうすぐ上がりだから、そうそうそう、改革なんかするよりも今のまま言ってくれと、余計なことすると俺の首が危なくなるんだとか。で部長や課長は自治郎のあれじゃないけれども、その改革したい本当に働いてる若手よりもジジイババと仲良くしてた方がいいわけですよ。でまだ同期だったもんしますしね。そうですよね、だよねみたいな。でみんなでぬるく生きていこうねみたいな。で真面目に今ゴミのある、ね、連中本当優秀ですからね、うん、真面目で優秀で頑張ろうと思ってた人をどんどん心まで蝕むのが自治郎。だ30代で我慢できなくて40代で諦めるって。そう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 
でも本当に優秀な人っていうか、あのまともな人はあのこのままじゃいけないっていう気持ちを持ってるんですね。みんな持ってます、みんな持ってますよ。私のところにも続々来るんですけど、はい、頑張ってほしいと自治労やってほしいっていう、はい、要望が来るんですよ、はい、これはちょっとなんとか期待に応えないといけない。そうですよね。で日教組はまだ あれなんですよ、まあちょっと強いとこは頑張ってる若手の先生にいじめにかかりますけど、でもね基本そんなに仕事も邪魔しないんですよ、うん、だけど自治療役人の仕事っていうのはあるスリム化することも仕事ですから、仕事の邪魔するんですよこいつらは。だから日教組立場で、いや、まあ、ちなみにあの本の中で第2章に国際テロリストも公務員になれる、はい、そうなんです、ありがとうございます。どういう制度ですか日本国は。本当にひどいですよこれはね。もうなんでグローバル化する社会の中でそういったことの情報共有もね、世界の先進国でやり始めてるじゃないですか。もう日本バカじゃないのって思われると思いますよ本当に。いや条文あるんです、結核条項といって、国家公務員と地方公務員は暴力によってこの政府を倒そうとする組織に入ってた人、あるいは入ってる人、入ってた人は公務員になれませんってのあるんですよ。全く同じ条文です、国家公務員も地方公務員も、うん、でところが、まあ、国家公務員は内閣府、地方公務員は総務省さんがこの一応解釈権を握ってるんですが、でそこに聞いたらですね、いやこれは聞いたきっかけは中核派の公務員が捕まったんですよ、うん、捕まって中核派って新聞に出ちゃったんですよ。某市役所の課長なんですけどね。え、課長、課長なんです。で私はそこの市役所に言われて、あの人どうなったのって言ったら、あの人転勤になりました。はい、そう、もしもし今話が宇宙すぎてついていなかったです。あの人転勤になりました。あ、転勤で懲戒処分とかって結核状況だから、そもそも結核状況に該当するから、そもそも電気もヘタグレもいちゃいけないんじゃないのって言ったら、首ですよ、ね、そうでしょ。ところが結核条項には該当しないんです。え、いやだって公共ロケットランチャー打ち込んだ団体じゃない。そうなんです。でね、いやちょっと待ってと、この条文あるでしょ、あんたもちろん知ってるでしょって言ったら、もちろん知ってますと。でそれに該当し、中核はそのね、日本 の政府を暴力で潰そうとする団体に該当しないという解釈なのねと言ったら、あ、そうですと。でもこれ法律の解釈だから、当然 県を通じて総務省さんの意見聞いてますよねと、聞いておりますと。総務省なんて言ったのって言ったら、それ答えられませんって言うから、あ、分かった分かったって、で総務省に電話したんですよ。でこれ何なのって言ったら、いや、これはこの条文は破防法のが適用されて、活動が中止になった団体、解散を命じられた団体が該当しますっていう答えだったんですよ。どういうの？それのみ。そうなんです。で、ちょっと待ってて、それオウムが唯一この間議論して、オウムが該当しなかったっていうことはこの世にない団体だよねって言ったらそうですと。じゃあということは全てね、私も具体的に言いました。じゃあオウム真理教だろうが、イスラム国だろうが、連合赤軍だろうが、どこに入っててもこの団体には該当しないってことを言ったら、そうですって言うんですよ。もうびっくりしまして、あ、なるほど、すごい市役所が悪いんじゃない、総務省が悪いんだと。でその時にですね、ちょっと待ってと、さ、地方公務員ぐらいだから、まあ、元地方公務員の私が言うのもなんですけどね、地方公務員ぐらいだからいいけど、これ国の官僚とかもそうかって思ったわけですよ。で条文が全く一緒ですからね。で内閣府に聞いてみて、条文一緒だから総務省こう言ってるけど、あんたとこも一緒とかって言ったら、いや、条文が一緒で解釈が一緒だとは限りませんって言うんで、あ、じゃあ聞き方直しますと、これに該当するのは破防法適用団体ですかって言ったら、そうです、内閣府も。でどいや、そりゃ大丈夫、そりゃね、この前ビーチ前川さんがほら、はい、太鼓叩いてるシリーズと一緒に僕デモしてましたって言ったじゃないですか、はい、デモしてるはずですよ。だってロケットランチャーを撃つ団体だとかね、サリン撒く団体に所属してたって、自分犯罪者じゃなければ官僚になっていいんですもん、事務次官になったらいいんですもん。これが日本国です。だからそのビーチ前川さんのなんかよくわかんないお店が良いばっかり言ってますけど、本質はそこですよね、うん、そうなんです。本質そこなんですよ。だってそれを戦前だった退却罪ってあったじゃないですか。そうだって天皇陛下の暗殺を企んだって公務員になれるってことですよね。そうです、
そういうことです。本当は皇居向けて打ちましたからね、中核派、事実ですから、はい、それでも公務員になれちゃうし、天津さえそいつらの仲間が文科事務次官やってたと。いやだからあのその森かけで騒ぐなとか、お前変なとこ通ってたじゃないかじゃなくて、お前日本国に忠誠誓ってないだろっていうやつが官僚になってる。そうなんですよね。だから結局ね、その関心の問題に行っちゃうっていうのは、あの話を矮小化しちゃうところがあって、うん、去年あのちょっと自治労から二教室に始めますけど、うん、去年二教室の院長が、ね、銀座で愛人作ってて、はい、で二教室の院長辞めさせられたじゃないですか、うんうん、あれでも問題愛人じゃないんですよ。新潮、週刊新潮さんの記事によると、あれはあの日教祖っていうあの領収書を切ってるんですよ、銀座が。はい。で、じゃあ院長個人で金で飲むのにあれですかと、日教祖っていう領収書をもらえますかと、絶対もらわないでしょ。日教祖っていう領収書をもらうということはどういうことかって言ったら、日教祖の金で飲んでるってことですよ。つまり横領の方が、うん、横領の方が本質的問題なんですよ、うん、で日教祖の3倍いるから、自治労には最低でもその3倍の金がわーっとくるわけですよ、うん、そりゃあね、政治家だって保守と詐称してる政治家のほっぺただって 金でねバンバン叩くことなんて余裕でできると思いますよ。で与党が創価学会で野党が自治労でそう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 両方嫌なら共産党行くしかないですまあ、取り締まるにはどうすればいいかなんですけど、あのご本読ませてもらって、ね、いろいろ方策が、はい、施策が書かれてるんですけどね、はい、あのまず国家公務員 の人事院がありますよね。そうですね。で人事院なんとかすべきだっていうことと、でそれとあの地方あの公共団体では人事院、人事会、はい、で これをなんとかうまくもう少し使えないのかっていうところがあって、ね、そうですね。自治労ね、なんでみんな自治労に忠誠誓うかっていうと、これ自治労のおかげで明らかに助かってる方々いらっしゃるんです、うん、というのは公務員の給料ってみんな人事院勧告、人事院会勧告、人事院会勧告で決まると思ってらっしゃいますが、それは国家公務員と都道府県の職員と政令指定都市の職員の行政系の職員だけだから、普通の市役所の市町村の職員とか、都道府県政令指定都市でもいわゆる現業系、ね、技能労務系と言われてる人、ゴミの上とか、はい、ゴミの収集してる人とか、用務員さんだとか、運転手、ね、バスを運転してる人、電車を運転してる、こういう人たちって全部交渉で決まるんですよ。つまり団体交渉で決まる。だから実態はこうその民間で同じ仕事をされてる方の倍ぐらいの給料もらってたりするんですよ。それは橋本さんもね、切り込んでましたね。そうです、私も市会議員時代切り込みました。そうそう、だからこれ1100万とか制度的に全部委員会勧告にして、民間のあらゆる仕事をね調べて、それと同じ給料にしましょうと。私公務員の給料安きゃいいとは全然思ってないです、うん、民間と同じ給料をもらうべきだと思ってたりなんです。全くそうですね。だからその制度の外にいるんです。だからそれは倍、給料倍もらったら労働組合に私だって尻尾振りますよね、うん、はい、でもこんなもん絶対書かないですよ。そうですね、同じ仕事してるだけで倍もらえるんですから、さまさまですよね。さまさまです。ありがたいありがたいやってたありますよね。で圧倒的多数の国民が選挙行かないから、うん、そいつらの票でみんな頼っちゃ う。しかもね、政治活動もやるんですよ。いやむしろ仕事しないで政治活動やってるわけで、専従ってやつですよね。まあ詳しく書かれてますよ、はいはい、これがまたうまいんですよ、すごく。まず絶対尻尾出さないですし、そう文書も絶対出てこないですし、で選挙慣れてるから、うん、もうものすごいうまい。やっぱ選挙ってうまい下手がすごくあるんで、うまい人たちは本当上手なんですよね。専従でね、ひどいのはやっぱ産経新聞さんが10年ぐらい前かな、やっぱ闇専従って言って、公務員の給料もらいながら労働組合の仕事しかしてないやつらを徹底的に叩いた時代があったんですよ。でそれは良かったんですけど、その後どうなったかって言ったら、そいつらがね、労働時間の1割ぐらい仕事しだしたんですよでね、1日1時間ぐらいやったら終わるぐらいの仕事をもらって、あと労働組合の仕事やるようになったんですよ、うん、そうするとですね、どういうことが起こるかっていうと、管理職からみんなでそういうのに、事実上9割労働組合してる人間を、あ、この人ちゃんと仕事してましたって、
かばう側になっちゃうんですよ。だからこれ私ね、価値悪くなったと思うんですよ。今までは労働組合の人間が労働組合自己責任で不当な行為をしてた、うん、今は役所管理職も含めて役所が全体でね、全体で隠蔽工作をしてる、うん、闇専従の隠蔽工作をしてる。これが産経新聞が騒いだ後の実態です。だから産経新聞さんは素晴らしい思いでやったんですよ。だけどここを本当に見ずに、でそのためにはやっぱりあのとりあえずあの橋本さんがやったように自治労を庁舎から掘り出さなきゃいけない、うん、本当ですね、はい、本当その通り。あと現状のさっき言われたその運転手さんとか用務員さんとかゴミ収集員の方の給料も自治体が決めてるから、そこのやっぱり格差、民間官民格差、 そこも切り込みとか、ね、人事委員会勧告の中に入れるべきです、はい、でこういう仕事をやってらっしゃる人は大体民間ではこのぐらいの給料をいただいてますよと、それに合わせていくべきですよ。逆にそういう改革をしてない首長っていうのは多分選挙でお世話になってるから、そうです、だからここは温存しようねと。そうです、もちろんそうです。だから日本中ほとんどが多分まだまだ温存されて、皆さんの自治体もそうでしょう。千数百の自治体のうちの9割以上がやっぱり公務員にお世話になって選挙やってるんですよ、あるいは公務員 OB に。やばいですね。いやでもその構造って、財務省ってこれだけ財政再建って何かの病気みたいに言ってるくせに、それ切ればいいのに切らないのは、まあ、選挙であの自分の子飼いの政治家を応援するし、しかも増税賛成してくれるからっていう、政治家と財務省と自治労のトライアングルの癒着が、はい、そういうことです。だ日本国という船が沈んでも俺たちが特等席に座ってればいいっていう、こういう感覚ですよね。で沈ま、本当に沈まなければギリギリまで、そう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 、でも国民が溺れ死にそうな、何に溺れ死んでも構わない、うん、そうですね、どこの中国ですか。本当腹立って中国でしたね。中国笑えない、ね、安倍さんは景気良くすると自治体 の, あの財政支出とかそういうのが良くなっちゃうわけですよね、うん、で破綻もなくなるんで、その時はこう覆い隠されるという構造になっちゃうんじゃないですか、うん、いやでもね、景気良くなるっていうことはそれは国民みんなが良くなることですから、それはあの、増税して景気悪くなって公務員だけが声太るより100倍ですよ。いやもちろん、うん、で景気良くなるともやっぱ構造的に変わっていくんで、どうしてもね、寂れていく自治体はあります、うん、あのアイデア出さなくてただただ昔のように同じように暮らしてたら、日本全体の景気がね、数パーセント、年数パーセントぐらい成長したって、寂れていく自治体いっぱいありますよ。いやだから池田勇人が安保闘争を高度経済成長で粉砕したみたいに、うん、労働組合の時は景気回復ですよ。あ、そうですね。おっしゃる、本当その通り。だからアベノミクスにあんだけ反対するんですね、うん、あいつら。うんうん、確かに。本当、民進党の真面目な議員、かわいそうで。いやちょっとこれちょっと言わないと帰れないで、もう一個だけいいですか、はい、私自治労の算数って言ってるんですけど、これ何の話かっていうと、自民党の議員が民主党かな当時 の, あの保守系の人に、いいか自治労はな2万票持ってくるけど7万票逃げるからあいつらに触れるんじゃねえぞって説教してて頑張ってたんですよ。でもあの圧倒的多数の選挙民に投票行かないで、だって安倍さんで自民党かなってなっちゃうし、うんうん、で民主党なんてその2万票もらった人だけが受かるんで、そうですよね、おっしゃる通り。だから一番腹立つのは自治労から票をもらってて保守の顔をしてる自民党の議員かもしれないですね。実名ばらしませんか。でもそれ言っちゃまずいんですか。いや中国よりは、うん、発言してる人大抵そうですよね。そうですね。あとやたらあのね、地方からの評判だけがいい人とかね、ああいいじゃないですか。そういう人は、まあ、限りなく黒いでしょうね。田舎の公務員天国みたいな。そう旧田中畑下派の土建天国みたいな。おっしゃる通りさ。だから田舎の地方都市行くと一目公務員だけが天国で産業ないなって都市の選挙区の議員、自民党議員、あの人とかこの人とか、そういう人に押されてる国会議員とかね、いますでしょ。いや京都行くと京都共産党が敵だと思ってると、あれはそうじゃないんですね。実はあの京都の市職労と県職労があって両方あの本来的なんですけど、あそこにあの野中博文さんという強大なあの自治労をまとめてたそうです、ね、自民党政治家がおられてるんですね、はいはいはい、
で両方手を出せないっていう状況になって、はい、そうですね。でとりあえず共産党だけ叩くんですけど、だから大体やめて赤旗に乗る自民党員は大体そうだったんじゃないですかね。ありましたね、はい、野中さん、古賀さん、加藤浩一、あの辺はちょっと怪しい、限りなく黒い。そして中国より、そうですね、分かりやすい。民主党はもっとひどかったですけどね、竹村正義から始まってずっとこう、はい、あの、まあ、系譜が、ね、いわゆる自治官僚って言われてる人たちとかですね、はいはい、府知事経験者とか、そうですね、そういう人は絶対自治労からもらってますね。そうなんですよ、うん、おっしゃる通り。だからここの構造を立てていっても結局あれですよね、地方の中で変えていかないと。そうなんです。で地方ってね、別に保守でも何でもない、ただね、あのなんかあの河野に直武とおっさんがなんか最後に議員やりたいだけみたいなね、保守系の議員いっぱいいるじゃないですか。いっぱいです、いっぱいいるじゃないですか。大半です。そうでしょ。でそういう人たちって大体市役所と仲良しなんですよ。そう市役所と仲良しなんで、土建屋さんも多いし、はい、ということで本当にね、あのどうし、あのがんの手術をしようとしたら、もう全ての筋肉繊維にがんのちっちゃい細胞がわーっとあったっていうのが今の日本です。手遅れってこといや外科手術では無理なのかもしれませんね。だそういう意味では、あの自治体を、まあ、少なくとも毎年毎年まともな若者が入ってきますから、こうこう中長期的にこうちっちゃくなっていくので、たまに病室がでかい病室があったらね、それは勇気のある人に「えいや!」ってやっていただいてですね、あれは先生もぜひやっていただいて、ぜひ。だからもう今カクテル療法ですから、放射線も使って、ね、外科手術もやって、そして抗がん剤も飲んでがんを治す時代ですから、一路も一緒ですよ。そうなんですね、ほんとね。田中先生みたいに市議会議員でね、あのガンガンやられる場合と、それとあと監査員とかですね、はい、でまあ、そういう方をどんどん使うしかないと思うんですね。で問題は記者クラブなんですよ。で記者クラブが市役所に必ず1個だけあるんですけど、こいつらは寝てるんですね。はい、何もしてないこの問題。はい、あこの問題にそう触れない、あの市役所の記者クラブが頑張れば少しは変わるんですけど、確かもうあいつらは何にもしないね、しない記者クラブ、まあ、仲良しなんですよ。そうなんですよね、記者クラブの役人も仲良しなんですよ。ネタもらうからってことですよね。そうネタくれる、みんな仲良し、みんな仲良しなんです、村社会が、はい、はい、だってあの役人はあの記者クラブにペーパー出すんですけど、もうこれこのまま記事にしていただければいいようなペーパーを出せるのがいい役人ですから、あ、はい、でそれをもうちょこちょこっと変えたり、ちょっとまとめて記事にして、それ地方記事なんかみんなそうですからね。そう、地方の記者はネタがなくて困ってるんで、うん、そう役所からもうネタもらえれば、それをペタパリコピーするんで、完全にもう村社会、自治労村になっちゃってる。もうコピーしてる学生に気配だったと思うんですよ。そうだから産経でも朝日でも何でもみんな地方欄は同じ値段載ったりしますからね。うわ、本当本当で役所の文章そのまんまみたいなのが、うん、本当にやばい状況ですよね。だからさ、あの左派と右派を分ければいいんですね、公務員が。あのこの人は左翼って、私のところに来るのは保守系の公務員、超公務員でも、うん、そういう人ばっかり来ますん で、 でこいつけしから自治労なんとかしてくれっていうのがいるんですよ。います、はい、います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 、働きたい人はみんなです、ね、はい、だから とりあえずまさあの平等主義はやめてですね、こうお互いにレッテル貼りをし合うと、うん、こいつは左だとで左って本当あの働かないしですね、もう本当何もしないやつが多いんで、だから保守系の人が頭に来てるわけですね、うん、そうですねでそれを利用するしかない。ただですね、その保守系の方の公務員頑張ってるやつらは、人たちは不満があるんですけど、でもあの人たち頑張ってないって言えないんじゃないですか。言えないじゃないですか、立場上。言えないですね、結局不満はあるけど黙って我慢していて、そのまま温存されちゃってるっていうのが構造なんですよね。だからたまに私も市会議員時代来ました。たまにか結構来ました、うん、真面目な公務員が、僕こんなに頑張ってんのに、あの評価上がらないと。要は自治労っていうのは雇用と同時に人事評価も握ってますから、かなり、うん、昇進とか降格がないけど昇進とか配置とか、うん、でそういうところでマークされたくないと、うん、やっぱりだから無難にというのは保守系の公務員さんでもあるんで、かわいそうだから、じゃあ、うん、俺もちょっと手ごからはそこまでしないようにするよとか、うん、やっぱりねなるんだわけですよ、まあ、公務社会で一番嫌われるのは騒ぐやつですからね。騒ぐやつですからね。そう本当そう。山田区長なんか相当恨まれたんだと思うんですけどね。
バサバサ切ってね。これ山本先生に聞いた方がいいです。森口先生に聞いた方がいいですかね。ミンサは何やってるんですか。愛国労働組合。ああ、旧昔のあのミンサと、はい、ね、観光路にはほとんど入れなかったんですよね。ミンサなんですね。うん、で実情じゃ、まあ総評時代からずっとそう、そうですね。観光路はあの左系が握ってるっていう左系、うん。だからやっぱりね、そういう旧民社党的なメンタリティっておそらく組合的に言うと旧同盟、うん、ああいうその本当になんて言うんですかね、あの自分たちがサボったら、まんま食えない人たちからしか出てこないメンタリティなのかもしれませんね。まあ、だから民間労組中心なんですね、民社は。公務員の世界に入り込めない。そうそう、はい、切り込まなきゃダメですね、これは。そうなんです、そうなんです、本当その通り。まあ、一握りね、あるんですよ、はい、教員の世界でも共産党系全教と民進党系の日教組以外にですね、全教連っていうですね、保守系のところがあったりですね、これも自治労の世界もですね、共産党系自治労連と民主党系自治労以外にですね、うん、実は連合の中の自治労連というのがあるんですよね。でこの連合の中の自治労連ってもうすごいちっちゃいんですけど、なぜ自治労とたもとを分かったかって言ったら、公務員たるものストを打つべきじゃないって言ってたもと分かったんですよ。でそういうね、立派な組合もあるんですけど、立派な組合って結局あんまりこの頑強に戦わないわけじゃないですか、その幹部とね、はい、ってなるとまあ、物分かりがいいから、なんとなく入っても意味あんのかなってなっちゃうのが一つだから、そんなに人気を取れないっていうのが一つ。会員さんに、ね、そうそう、会員さんに人気を取れない、ね、そして、これ国際社会における日本みたいなとこがあって、物分かりがいいから後回しにされちゃう。ギャーギャー騒ぐクソ野郎の方が逆に聞く方の役人も役人幹部も事なかれ主義ですから、ギャーギャー騒ぐ方とやっぱなんとなくこう手握っちゃう、裏で握ろうかみたいなところがあるんです。だから健全な労働組合がね、やっぱ育たないと思います。私はむしろね、あれだと思いますよ、全ての公務員を人人勧告で、身分保障してあげる代わりに、うん、公務員を警察官みたいに公務員が労働組合を作ることそのものを禁止してしまうのが一番手っ取り早いと思う、という気がしますよね、はい、でその前に身分保障を厚くしますみたいな、ね、はい、で訴える期間を別に設けます、組合全部解散みたいな、これは一番いい気がしますけどね、なるほど、法律でやった方がいいですね。そうですね、もちろん法律で、ね、さっきはまさに法律でやりましたもんね。法律で労働組合の解散できるとか、労働者の首切れ、公務員の首切れるようにしましたしね。そう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 、多分改名派の首長さんが誕生するのを待つとか、うん、その議員さんで追及する人を待ってて もう無理だと思うんです、本当もう霜降りのように全、うん、日本全国にこのガンガンもう広まってるから、これはもう法律で一網打尽しかないですね。立憲民主党の最大の支持母体ってことですね、実は、はい、そうです、そうです。連合の最大遊泳前線なんですけど、遊泳前線って繊維だとかサービスだとか食品だとか、もう本当に厳しい業界なんですよ。はい、政治ごっこなんかやってられないんですよ。そうするとナンバー2にでかい自治労が、じゃあうちがやりましょうみたいになっちゃうんですね。だから今回の衆議院選挙チャンスだったのは、民社党解散以来初めて民社が自分の意思で動いたじゃないですか。枝野だけは嫌だ、そんなに嫌だったのか枝野って。岡田でも蓮舫でもついていった民社が初めて自分の意思で嫌だと言ったチャンスだったのに、でもやっぱり暇な方が勝つっていうのはどうかしてますよね。そうなんですよね。政治運動ってのは暇なやつがやって勝つもんじゃないはずなんですよ。だから実はね、現役の日教組自治労よりもっと元気なのは日教組 OB 自治労 OB なんですよ。団塊の世代はもう力と暇を持て余して政治活動に推進してですね、
いやだから実は自民党って昔は社会党、民社、労働組合って公明党総会会あるけど、はいはい、自民党だけはまあいろんな団体あるけど、うん、特定の一つじゃなくて、うん、国民政党として勝ってきたじゃないですか。で今の安倍さんもそうだし、ちょっと前の小泉さんもそこを味方つけてたから圧勝してたんですよ、うん、そこを忘れてますよ、ね、そうですね、麻生さんなんてそこに愛想つかされたから嫌われたわけですし、うんうんうん、そうちょっと自民党の中でぜひ、そうですね、やっぱりもう一度ね方針を元に戻していかないといけないんだと思うんですけど、やっぱりそういう意味でもこう敵をよく勉強する必要があるなって初めの方にもなりましたけど、あんまり自民党の中でも、まあ、あるいはお世話になってるか言えないのかもあるかもしれませんけれど、敵をあんまり勉強してない、うんうん、政治家多いと思います。そうですね、やっぱ敵をね知って、ここがターゲットだと言って、はい、我々はそうじゃないんだというふうに差別化しないと分かんないですよね。自分たちだって分かんなくなっちゃうし、多分そうなってる。ちょっと楽しみ。自分で言いにくいと思うのは、だからはっきり言います。私むしろ自民党の悪口ばっかり言ってる星と思われてるんですけど、ね、自民党なんて創価学会の孫受け政党じゃねえからね。言ってる、公明党が下受けで、そのまた下受けで、孫受けじゃねえかって言ってますけど、私ははっきり断言します。自治郎よりは創価学会の方がはるかマシです。自民党の皆さん、創価学会と仲良くして自治郎を潰してください。いやそれはその通りですね。はい。おっしゃる通り。その通りですけど、相手もね隠れてますからね、自治郎ってね。そうなんですね。本当先生おっしゃった通り、はい、知らないと思うんですよね、うんうん、その視聴者の皆さんも、うん、これを何とかしたい、ね、そうなんです。だから創価学会が、まあ、公明党を使って自民党を左に寄せてるっていうのは ものすごく見やすい構造じゃないですか、うん、で自治郎一郎敵対してるふうにしてるので、あの民進党を使って、うん、いやいやもう地元に行ったら下半身一緒ですよみたいな、うん、で結局2大政党が、まあ、正確に 1.5 大政党両方とも左傾化してるから、うん、どこにも保守が根付かない、うん、その通りですね。組織に選挙は組織と事務局見ろ、議員じゃない、議員はね結果として現れるだけですからね。でも数値でちゃんとあのね室伏先生お書きになってますけど、はい、東京都職員の場合、清掃職員の平均年収は792万4865円、平成28年度東京都人事行政の運用という資料からですね、はいはいはい、でそうするとこれ多分ですね時給 2,3,000円ぐらいいっちゃってると思うんですね。そうですね、3,000円ぐらいいきますね。そうですよね、はいはい、でこれ時給換算して普通 の派遣でもアルバイトでもいいんですけど、こういう人となんで人生がこう違うんだっていう、うんうん、とこから入ってですね。そうなんです、で今はね、まあ、東京都なんかは採用がすごいフェアだからまだいいんですけど、昔はね、もう行政系はフェアな試験やってたんですけど、技能労務系ってほとんどコネで入るんですよ。うん、そうすると、結局その政治家さんとかこう押し込んでくれる政治家さんのコネがあった人の人生はバラ色。うん、でそのコネがなかったらもうずっとその時給千何百円で生きていくっていう。でそのコネって何っていうと、まあこれ市町村レベルだともうほとんど共産党さんか公明党さんなんですよ。うん、そうおかしいでしょ。そう本当にそう、うん、本当にそう。だから公明共産の議員さんと同じ名字の同じ親族の人とか、まあ、大後援会のね、あの幹部の人たちと同じ一族の人が入ったりしてるんですよ ね頼まれて。そうそれがもう利権になっちゃってるんですよ、うん、就職口として。本当に差別ですね、それは。まあもう逆差別、そうそうそう、逆差別は、まあ、うん、運による差別ですね。だってあの終身雇用どころか死死孫孫雇用そうもう終身雇用制が崩壊して派遣社員が苦しんでるときに、そう倒産ないですからね、死死孫孫雇用どうしようなら、だから死死孫孫雇用なので、あのお父さんが辞めないと息子は入れないとか、そういうルールまで決めてる自治体とかあるんですよ、そのコネでそういうね技能労務系採用するとこはさすがに同じ地続からこのワンポストを2人閉めるのはいけんだろうとかわけが分からんじゃあその息子も税金で食ってるお父さんにニートできるわけですよ。でそろそろ俺引退するから、じゃあお前が国務員になれみたいな、もう本当に昔のあの武家の若隠居みたいな話ですよ。こちらの自治郎の正体で最後の自治郎解体の処方箋って本当にこれやってほしいですね。でそうですよね、そう本当、あの先ほど見た法律みたいなそんな難しいこと書いてないでしょ。もうちょっと現実的な法律変えなくてもそうできる処方箋で、まあ、でもこれもやろうとした命がけですよね。そうですね、
げんなりしてますよ。じゃあ最後に一言ずつコメントいただきたい。山田先生からどうでしょう。はい、いや、これこそですね、民進、今立憲民主党ですね、民進党系の人たちが全員で取り組むべき問題だと思うんですね、うん、自民党もありますけど、要はここまで甘やかしてですね、楽をすれば得をする社会を作ったのが自治労ですから、うん、でこの人たちを原因作ったのは、私から見ると旧社会党、うん、でそれに流れを組んだ民主党、民進党、今の立憲民主党の人たちに間違いありません。だからこの人たちが何とかする責任があるんですね。だから私はもうぜひ枝野さんに頑張っていただきたい。今度会いに枝野さんとそう利益代表じゃない。いやだって保守だってから言ってますから。なるほど。保守だったらじゃあ自治労やってくださいっていう、そういう話ですよね。なるほど。ということで、はいはい、保守なら自治労潰しをやれっていう、ね。はい。わかりやすい枝野先生。あ、まあ似たような話ですけども、選挙が歪められてると、これは皆さんにはぜひ知ってほしいです。もうこれいろんなこの力のごくへんとこりんな現象を今お聞きだったと思いますけど、全ては首長がもうね逃げられちゃってるんですよ。これがね最大の、まあ書いてますけども力の源なんで、やっぱその市長なりがとまともなその自治労と戦える議員を送り込まないと厳しい。この選挙が歪められてるっていうのはですね、知ってほしいです。もうそこにつきます。自分の問題でもあるんで、将来どっかでもしかしたらねそういう道になるかもしれないから、それでも本当に思います。最後から2番目、私よろしいでしょうか。彼らが権利とか人権とか自由とか平等っていう時、何言ってんだろうな、おかしいなと思って会話通じないんで、発展したんですよ、ある時。彼らが言う平等とか人権って自分らに特権よこせなんですよ。だからそう、自分だけ1000万かかる部屋をタダで使わせろみたいな、いやそれ人権でも何でもねえだろうみたいな人たちが日本を歪めてると。もうこれは何とかしたいなと思って、この番組ね、自治労の招待スペシャルとして、やらせていただきましたけれども、まあ、今後もどんどんね、チャンネルクララ相手がね、細胞の一辺まで消えるまで追撃しますので、森内先生最後に締めの言葉を。はい、ありがとうございます。まあこのですね、皆さんが知らなかった海を出せて、そして多くの保守系の方々から賛同いただいたのはとてもありがたいですね。はい、でやっぱり私はこれ出せたタイミングでですね、政権安倍政権だったのは本当に良かったと思っています。やっぱり、この自治体自治労と、まあ下半身腐ってる、自民党腐ってると言いましたが、それでもねやっぱりね、風がある限りは風と空気の中で本当の保守政治家ってやっぱ生まれてきるくるんで、まあそういった偽物と同じ保守を名乗っててもですね、偽物と本物を見分ける目を作っていただきたいし、そのためにはぜひこれを読んでいただきたい、ぜひやりたいと思います。ということで、三先生、長時間ありがとうございました。ありがとうございました。